皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。ハイヒールの音。マンションに住んでるんだけど、深夜に帰ったその日はエレベーターの自動点検で使えなかったんだよ。で、仕方ないから階段で上がってたんだけど、しばらくしたら下から階段を上がってくる足音が、聞いた感じハイヒールっぽい。で、階段の構造は下を見れる感じなんだけど、見たら超満面の笑みの女がこっちを見上げながら早歩きで階段を上がってくるんだよね。めちゃくちゃ怖くてダッシュで自室まで逃げたわ。はい、THC オカルトラジオ、ともです。木村です。圭介です。今日はこの3人でお送りします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ハイヒールの音というお話でしたけど、はい、うん、これの別バージョン聞いたことあるっす、前エピソードでね、木村さんと話しましたよね。あ、話したよね。あの非常階段の全部鍵が閉まっとってっていう。あ、そう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 、あった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 。だから深夜のエレベーターの点検っていうのは気をつけてくださいね、みたいな話っす。それおさらいせんくていいですか。さらっときますね。さらっときましょう。さらっとさらっときますか、ね、同じこと思ってた。はい、まあ女性がね帰ってくるんですよ、自分のマンションに、はいはい、でそしたら女性はもう結構高い階のに住んでるんですけど、はい、エレベーターが点検になってるんですよね、はいはいはい、で、あ、もう非常階段で行くしかないっつって、うん、非常階段に行くんですけど、うん、全部閉まってるんですよ、うんうんうん、その外階段なんで、うん、なんとフロアに行く扉が全部鍵が閉まってて、はいはいはい、で下からゆっくり、うん、まあ犯人が上がってくるみたいなお話、うん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 、怖い。だから深夜のエレベーターの点検は気をつけろよっていう話ね、うん、はい。パート2って感じ。パート2だったもんね。2回言ったっていう。今回これはその上がってくるのが、うん、ハイヒールを履いた満面の笑みの女性だと、うんうん、あのもう一個知らない、ちょっと似てあんまり似通ってないけど、はい、アパートに帰ってきて、うん、なんか最近変な訪問者が来るみたいな感じで、うん、だもんで、あの自分が帰ってきた時に、はい、うん、とだもんで友達に電話して、はい、そいつが来るの見ててくんないみたいな、はい、って言って、この話でそしたら友達から電話がかかってきて、自分の部屋の中にいるんだよ、はい、今、はい、お前んちの階段を、はい、そのハイヒールの女が四つん這いでめっちゃ上がってってるから、はい、絶対出るなよみたいな。怖い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 普通にちょっと怖い、鳥肌が怖いっていうお話もありますよね。その第三者が見てるパターンも怖いですね、うん、それさ、でもどっから見てんだろうね、その友達は。え、外じゃないですか、外の1階1階から見てるってこと。やっとアパートなんですよこれ設定が。だから外階段って見えるじゃないですか、アパートって結構。あ、見える見える見える。多分結構離れてる見てるのかなって俺は思ってたんですけど。ああ、そういうことか。角とかから、はい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 、ああそういうことか、うん、ビジュアルが嫌だ ね、うん、ね、そうそうそう。どっから四つん這いなんですかね、その下から下から下からずっと四つん這いで待機。道路もこれは怖いわ、うん、包丁持って上がってったぞだったかもしれん。四つん這いじゃなくて、あ、じゃあ四つん這いで包丁持ってたぞみたいな感じだったかもしれない。覚えてないですか。なんかなんだ今日のそんな投げやりでだったかなと思って、ちょっとふわっとした情報入れちゃったの。まあでもその四つん這いバージョンでも普通に二足歩行で包丁持ってるって別々の話でも怖いですね。怖い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 、うん、ごちゃ混ぜにしちゃった感じの、うんうんうん、
ちょっとどっちだったか覚えてない、うん、でもやっぱこのハイヒールの時こうやって、うん、まあこう多分螺旋階段みたいな形の階段ですよね。まあそうだろうね、下が見えるってことは、うんうんうん、で下パッて見たら下から覗き込まれてるというか、うん、怖いよね、うん、めっちゃ怖いっすよね。でしかも満遍の意味なんでしょ、はい、そっから急に速くなるんですよ、うんうん、だらだらだら超怖い超怖い超怖いそんなでこの人はもう実質まで逃げたところで終わるじゃないですか、うん、その後ちょっと作りたくないですか。えもう自分の部屋まで逃げて、はい、安心した瞬間後ろからその笑顔がニヤって笑ったところで終わりでしょう、うん、映像的には映像的には、映像的にはそこでカットアウトらしい、ね、それカットアウトす友らしい怖い怖い怖い。えでもどうやって入ったのって話になってくるもんね、うんうんうん、まあまあまあそういうところはねそうなりますよ ね一緒に入ったんですよ一緒に追いつかれてるんですよ多分であ入るときに、うん、もう入るときに、うん、で玄関の扉閉まってふうってなったときに真後ろにおるっていう、ね、怖いでキャーでシャットアウト暗転して終わり終わりできたっす考察終わりっすかいやでもハイヒールの音って俺普段の別に何にもなくても、うん、夜とか歩いてて、うん、ハイヒールの音とかするとちょっと怖い、うん、分かるっす分かるっす。確かめないと気が済まなくなります。そう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 、後ろとかね、うん、コツコツっていうあの音が、うん、結構怖い。多分怖い話とか聞きすぎちゃってるんで、うん、ハイヒールの音が怖いみたいな連鎖が起きちゃってるんですよね多分僕たちの頭の中で。あかもしれない、うん、でもなんか街とかで、はい、その人がおるときに聞くとあいい女かなっていう感じになるよね。なるすなるすそれもね確かめんと気がします。ハイヒールの音でね思い出したよ、うん、はい、ねその時は、うん、女の子とあなんか数人で女の子もいて、はい、男の子も何人かいてだったっけな。で私に電話がかかってきたんですよ、はい、あとそれはあそれはね誰でもなかった誰も、まあ、普通に友達、はい、だったような気がするんだけど、はい、なんかね一緒にそのいた女の子が、はいはい、なんだったっけな。あんま思い出せて思い出したよ。気になりましたね。木村が喋るよみたいな。すいません邪魔して。あんまあんま思い出せて。老化現象だね。女の子が止まったのかな。その一緒に歩いてた女の子が止まったの確か。はい。はい、うんうん、あちょっと確かとか、 なんかゆっくり歩き出したとかちょっと離れて歩き出したんだ多分。ちょっと離れて俺が電話を一回整理しましょう。最初から木村が喋るよお願いします。飲み会に行った帰りに、はいはい、まあ男数人と女の子数人で、はい、歩いてたんで帰ってたんですよね、はいはいはい。で俺に電話かかってきて、うん、はい、それは友達から電話かかってきたんだけど、うんうん、一緒にいた女の子の一、うん、人女の子が、うん、ちょっと遅れて歩き出したと、うん、その集団から。で、電話を切った後に、うん、なんで遅れて歩きなんでちょっと後から遅れてきたの、うんうん、って言ったら、うん、昔、はい、男と歩いてる時に、うん、彼女から電話がかかってきて、うん、でその男の子は一人で 今帰ってるよみたいな、うん、感じだったんだけど、はい、その電話口の向こうの彼女から、うん、なんかハイヒールの音が聞こえるよねみたいなこと言われたことがあってみたいな、うん、気遣ったんだ。そうそう気遣ったんだけど、はい、そんな体験あんまないじゃんと思って、そんなことで、うん、足取りを遅らせる、うん、なんかすごい慎重な子だな、多分慣れてんだろうなみたいな、うん、遊んでんだろうなこの子はみたいな。そういうことか、そういうことか、そういうやれるなって思ったって話です。
こいつやれるなって思った話です。黒歴史ですね急に。あ、じゃあもうこれはあれじゃないですか、皆さんにね、あの情報は、うん、電話の時に、うんうん、ハイヒールを履いてて、うん、電話の時に自分に電話かかってきた時に遅れるやつはやれるって、うん、そう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 、そういうことです。そういう気が使えるやつはやれるって今日ね、うん、下ネタが長えってコメント来た。切れた下ネタではないでしょ、うん、でもまあまあトリビアですからね。そう、トリビア、トリビア、ただのトリビアですからね。そう、まあ、実際下ネタに限らず全部投げですからね。そう、うん、そんなことがあったなと思って木村が喋るよって、木村が喋るよっつって、うん、オチがそういうやつはやれると、そういうね、うん、ハイヒールで思い出した。そういうなんていうんですかね、気使える、やれるなってなるより、うん、俺ちょっとね、うわキュンってなります。キュンってなる、はい、そこまで気使っ、気が回るってことが、うん、気使えるやつだなってことだよね。ちょっと、うん、俺もハイヒールで一個思い出したよ。友が喋るよ。俺 DJ やってた頃に、はい、名古屋で、はい、なんか SM の女王様のパーティーがあるって、ね、クラブで、おで呼ばれて DJ って言って、はいはい、でなんか番号の書いた紙を引かされて、はい、で入場口で、はい、でなんかそれが当たった人が、うん、なんかそのそういうプレーを、うん、体験できるみたいな、体験できるみたいな、はあはあ、っていうやつで、はあ、俺当たったんですよ。おすげえ。やべえと思って出ようとしたら、おうおう、なんかもうジョー様がマイク持って、うん、そこっつって、うん、出てくなよみたいな、もう入ってんだ、ジョー様だ、うわすげえと思って、まあ行くじゃないですか、ステージに向かっていくの、当たりましたみたいな、でうん、すげえ耳元で、うん、あんた舐めとったらいかんよって言われて、怖え、めっちゃ怖くて、怖い、でハイヒールで鎖骨の部分を、うん、すげえ踏まれて、うん、めっちゃ痛かったっす。どういう状態、座らせられたの、寝転がされ、寝転がらされて、うんうん、まあ、服着てますよもちろん、うんうん、だけどこの鎖骨の部分をグリグリ踏まれて、痛い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 、めちゃくちゃ痛かったっす、俺別に M でもなんでもないただただ痛かったっす。で DJ もやってめっちゃ働いてます、なんでこれ二度と行きたくねえすげえ、まあでも思い出した今、人によってはご褒美って、まあまあまあそうですね、うんうんうん、いやだってお客さんじゃないんですよ俺、うんそうね、お客さんはもう M で来とるじゃないですか、うん、そういう出演者だもんでね、パーティーなんで、うんうんうん、そお客さんにあげようよっていう、うん、その権利はやっぱ本物の女王様だもんで、ね、ただの M でやってくださいよりかは、うん、そうでもないやつにを痛めつけたかったんじゃないですか、ね、めちゃくちゃ怖かった、怖いよ、ほんと耳元で言われて、怖い怖い、多分聞こえんぐらいの、うんうん、お客さんには、うんうん、怖い、めっちゃ怖かった、怖い、ヤンキーに絡まれたみたいな気分ですね、うん、怖かったっす、怖、はい、思い出したっす、本物っすね、僕ハイヒールで思い出してないですよ、ないっすか、ケイスケは喋らないですよでも踏まれた時に、うん、あ、こいつやれるって思ったっす思わんっす絶対思わんっす、それは見つけ出しちゃったすげえなあ、マジハイヒールの体験全然ないな、そういう、でも電話越しでその聞こえたやつあるじゃないですか、うん、それは実際、彼女がおる男の人が彼女に疑われたっていう話ですけど、うんうんまあ、実際その子がおった、うんうん、けどなんかそういう怖い話ありそうじゃないですか、うんうん、普通に電話しとって彼女から電話かかってきて、うんうんうん、出て今一人で帰っとるよっつって、うんうん、俺もちょっと思ったんだそれ、うんうん、なんかハイヒールの音が聞こえんみたいな、うんうん、でも周りには誰もいないみたいな、で振り返って誰もおらんよっつって、うんうんうん、何って言った、今近づいてきてるよみたいな、うん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 、で何回目かでパッて振り返ったら、うん、満面の笑みのハイヒールの女がバーって、それ怖いそれ怖いそれ怖い、うん、でいたたたたたって鎖骨をね鍋取ったらあかんよっつって鎖骨のとこにグリグリやれるってワンナイトラブスそのまま
いろいろごちゃごちゃになっとるわもう。あ、まあでも怖い話だね。うんうん、それ怖い。うん、いやでも白い顔がいいな。あ、満遍の笑みも何ですか、白塗りぐらいの白さっていうか、うん、ぐらいの厚化粧みたいな、なんか月明かりに照らされた白さみたいな、うん、めっちゃ怖い、あ、化粧の白さじゃない白さね、っていう感じの、あ、うん、青白い感じの、青白い感じで、うんうんうん、めちゃ赤い口紅とかね、気味悪い気味悪い、その時のさ、はい、ハイヒールの色ってさ、はい、赤じゃない、赤、うん、今赤せーので言いたかった、今せーので言いたかった、言うじゃん一回このさっきのくだりカットしてせーの赤すごくない、うんうん、赤ですね、赤だったよね、うん、すごいね、赤だった、うん、赤だった、これコメント欄で言ってほしいですね、このくだり聞いて、うんうんうん、私も赤でしたみたいな、た、うんうんうん、私は黒でしたとか、うん、私はラメラメのハイヒールでしたとか、うん、赤だと思った人だけ言ってもらおう、うんうん、じゃあ全部赤ですあ、そうだねその集計いらんでしょアホか本当にもうこれ以上この話広がらんや、そうですねでもなかなかいいお話だったっすね、ね、ね、うん、本当に、うん、いろいろ広がるね、うんうんうん、その最初やったその後どうなったかっていう話も、うん、妄想するのも楽しいし、うんうんうん、今みたいな下りも楽しいし、まあ、足もいっぱいあるもんね、ハイヒールはやっぱ、あ、ハイヒール認定した方がいいんじゃないですか、怖いアイテムに、うん、おからじ認定、おからじ認定できますね、ハイヒール、うん、おからじ認定したアイテム一覧作りたいですね。そうだね。電話、黒電話と、うんうん、これも赤いハイヒールにしましょう。うん、うん、赤いハイヒール。その時になんか言ってたような気がするけどね。なんかアイテムの話した時に、もまあそうそう、うん、モンペとかハイヒールとか言ってた気がする。ね、言ってたよね。言った気がする。言ってた気がする。死神からの電話みたいな話のタイトルだった気がする。それ喋ってた時。お兄ちゃんいますかみたいな、その時に、うん、に電話怖いって話から、うんうん、なんかアイテム、怖いアイテムね、うん、そう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 、うん、そうなった気がする、あ、違う、分からん、古いもんは怖いっていう、それはモンペの時か、モンペの時もその話したね、うん、いっぱい話してるそのおからじ怖いアイテムリストアップしていきましょう、うんうんうん、聞き直さんとかってことだねそうですね意外と話数の割にはそんなに出てねえ、うん、だろ何回かね同じ話してるっていう、ね、そう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 、これ多分笑顔だもんで怖いだよね、余計、うん、うん、これが普通の まあ真顔でもちょっと怖いか、うん、まあ、でも笑顔の方が怖さはね出ますね、うん、何を思って笑顔なのかね、見つけたじゃないですかみたいな感じ、うん、でもめっちゃ可愛い子だったらどうする、待つっす、石原さとみ、そう、久々の久々の俺が石原さとみだったら、そうそうそう、まあ、今日のワード的に完全にやれるっすね、すべてがそれでね、うん、それでまとめて終わってほしかったなそしたら綺麗に綺麗にとか、ここで終わりましょう、はい、いいですか、いいじゃあ終わりですはい、はい、ありがとうございました。変わった日、小学校に上がる前だと思う。ある朝に目を覚ますと、隣で寝ている兄以外家に人の気配がなかった。家中を見て回るが誰もいない。不安になって兄を起こそうと声をかけ、肩を揺するが目を覚まさない。どんなに激しく揺り動かしてもぐにゃりぐにゃりとするばかりで、死んでいるかのようだ。
私は怖くなって家の外に出た。雨が降っていて薄暗かった。家の周りを泣きながら歩き回ったが、家の外にも全く人の気配はなかった。泣きながらまた家に帰り、ぐずぐずしていると不意に両親が現れた。どこ行ってたの？と聞いても答えてくれず、お父さんはここにいるよ、お母さんはここにいるよと答えるばかりである。わけがわからなかったが、とにかく両親は戻ってきて私は安心した。そこに兄が現れた。兄の顔を見た私は息を呑んだ。そこにいた兄は兄ではなかった。背格好は似ている。しかし昨日までの兄、さっきまで隣で寝ていた兄と顔が全然違う。目つきがきつい。鼻が細く高い。頬がこけている。髪がペタンとしている。あの不思議な朝のようなことはあれが最初で最後だった。しかし兄自体はそれからもずっと兄とは思えない男の子のままだった。はい、変わった日というお話でしたけど、はい、はい、異世界系じゃないですかこれ。なんか僕伊集院光さんのラジオをよく聞くんですけど、はい、空能のコーナーっていうのがあるんですよ。あ、前もなんかの話してましたね。あ、そうそう、エニグマの時に多分してたと思うんですけど、もうバッチリな話だなっていう、こういう話ばっかなんですよ。へー、それは何、創作なの？あ、まあリスナーさんからの話なんで、話で、はい、そうそう、こういう、私にはこういう体験がありますみたいな、なんか脳が認識バグなのかなみたいな感じの、はい、うん、はいはい、なんか不思議な話っていう、話みたいな、まさにだね。前もなんか妹が、妹じゃない、自分か、うん、が変わった話ありましたよね。泣き、泣いて、泣いてた、よく泣くやつだった、よく泣く子だったのに、うんうんうん、泣かなくなった、あったね、うん。でも自分は、これは自分は変わってないけど、そう、お兄ちゃんがね、お兄ちゃんが変わった。まあ厳密に言ったら父親と母親もちょっと変わったのかもしれない。でもなんか、まあ、こうやって3人で喋ってるじゃないですか、うん、ある日突然ケイスケがなんかすげえ顔になってきた時に、うん、木村さんが、うん、オーケースケって普通に喋ってたら、うん、俺多分ちょっと今日収録やめましょうって言うと思うよ。怖いよね、うん、うん、でも鏡とか見ているとさ、自分で、はい、あれ自分こんな顔だったかなっていうのあるら、うん、あれ入り込むと、それと一緒でさ、はい、ケースケの顔よく見てるとさ、はい、あれケースケこんな顔だったかなみたいなさ、うん、私が認識が、うん、あれこんな顔だったかなみたいな、あれですよね、なんて言うんでしたっけ、カタカナのゲシュタルト崩壊ね。そうなんかパソコンの画面とかが暗くなった時に、自分が映った時にすげえなんかモンスターが映っとるなあ、自分だったわってあ、妖怪って、あ、自分だってスマホとかが黒くなった時とか俺それ何回か見たことあるっすトークがやってるの妖怪が映っとるっすからね何なんだろうね、この話の元々の兄は、うん、どっかに行っちゃったのか、うん、あの世界線 B とかに、行っちゃっ、あ、入れ替わった、うん、うんうんうん、のか、うん、それとも元々兄に、兄はこの姿、元々その変わった後の姿だったんですけど、うん、それに何かが取り付いてて、うん、その気づくまではそれを見てたというか、うん、
っていう、こう異世界系じゃないパターンも考えれるなとちょっと思いましたね。なんかでも両親が、両親がいない、家に人の気配がなかった、うん、外にも誰もいない、なかった、でしばらくしたら帰ってきた、でもお父さんはここにいるよ、お母さんはここにいるよと答えるばかりである。だからちょっとなんかそこも、お兄ちゃんだけが変わったっていう感じじゃないよね、ちょっとやっぱお父さんもお母さんもなんかちょっと様子はおかしいみたいな、だから兄だけのことじゃないんだよね。なんかあのちょっと想像できるのが、あの全然違う話なんですけど、帰り事故にあって、ああはい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 、病院で、あの目を覚ましたら、あ違うわ、事故にあって、ダブルデートなんですよ。そうだよね。言ってください。大丈夫で、全部言いますよ。A カップルと B カップルがいて、で、まあ男女じゃないですか。で帰りに、A カップルの男だけがバイクで帰るっつって、で B カップルの車にその A カップルの女の子が乗ってくと、だから3対1で帰るって、って言って帰ったんですよ。レースするんですよね、レース。どっちが先に着くか勝負なっつって。あ、そうなんだった？はい。へえ、俺らは普通に帰って、でまあその B カップルが先に家に着くんですけど、送ってて、その彼氏が後で来るじゃないですか、その前に、その B カップルから電話が来て、どこにどこに違うっすよ、それで、レースしてるんすって、車が先に着いて、部屋に入るんすよ、で B カップルと A の彼女は3人で彼氏を待ってるんですけど、あ、違うわ、じゃあ俺ら聞いたやつと。え、マジですか。別れてる。もうあの送ってったっていう。あ、そうなんだ。両方聞きたい。あ、そうですね。まずトモくんバージョンから。そのまあ要は3人で彼女の家に彼女を送ってったんですよ。A カップルの彼女をその A カップルの彼女の家に送ってって、その B カップルを帰るんですよ。はい。でしたら電話がかかってきて。B の方、 B カップルの方から電話がかかってきて、あいつが事故ったらしくて、もしかしたら迎えに来るかもしれんみたいな、でもそれは幽霊だもんで、開けろ開けろっつっても絶対開けちゃダメだぞっつって、ちょっとイントネーション、ちょっとね、すいません、絶対開けちゃダメだぞっつって、で来るんですよ案の定。ダンダンっつって、もう俺だぞっつって、開けろって言って、だからでなんかやだやだみたいな感じで答えるんですけど、でもそれでもすげえダン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 ってなるんですよ、でいやあなたはもう死んでるのよみたいな感じで言ったら、いやお前らの方だぞみたいなことを言われて、パッて目が覚めたら病院だったみたいな、でその B カップルの方が実は帰りに事故を起こしてて、病院に運ばれてたっていう話、 B カップルとこの3人が、が事故ってて、事故ってて、はい、で病院で、まあ、夢を見てたみたいな感じだから、生死をさまよってるって話ですよね。そうそう、で、まあ、B カップルは亡くなったよみたいな、あーなるほど、でも一緒に連れてきたいから、その彼女も、連れてきたいから、B カップルはが、その A の彼女を連れてきたいから、そう、出るなって言ったっていう話、ほとんど一緒っす。そう、多分レースした下りと、多分家で送ってったっていう下りじゃないんだよね、それはもう俺の場合は3人で、その A の彼女の家に3人でこう待ってて、帰ってこないねっていう話をしてる間に寝ちゃって、はい、で起きたら、あの A と B のカップルが、彼氏が亡くなったっていうのがあって、もしかしたら来るかもしれないけど、それは でお前を連れてこうとしてるから出ちゃダメだぞみたいな話になって、あ、この寝ちゃったのは誰が寝ちゃったのだっけ、あと A の彼女です、 A の彼女が寝ちゃった、で起きてそうやって言われて、ガンガンってなって、そしたら彼氏の声が聞こえるんですけど、その3人とも一緒にいて、出ちゃダメだって、もう腕を引っ張られてるんですよ、でも
それでも彼氏に会いたいって言って振りほどいてバッて開けたら目が覚めて病室にいてみたいなパターンです、うん、僕のやつは。で実は B のカップルが亡くなってて、連れてこうとしてたのはこっちで、彼氏が私を助けてくれたみたいな話なんですけど、みたいな感じで、これ小学校に上がる前にこの主人公はなんか事故かなんかで、あの生死をさまよう状態になってるんですよ。はい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 、はい、でその時にこいつ、あと主人公を連れて行こうとしてる人がこの兄だと思ってた人なんですよ。主人公を連れて行こうとしてたのが、はい、兄だと思ってる人、はい、うん、元々の、はい、元々の、はい、はいはいはい、でそっからこう、なんていうんですか、今生死をさまよってるんで、この家の中にいる状態の夢みたいなのを見てて、そこでぐにゃりってな、空間が歪んだりとか、その兄が動かないとかってなってる中、生死をさまよってる人を、お父さんお母さんここにいるよってこう現実世界で言ってて、でパッて目を覚まして現実に戻ってきて、想像してた兄と違うっていう現実に戻ったみたいな。もともと見てた兄はその生死をさまよってる中の夢の中で勝手に作り上げた兄であって、兄の記憶、はい、なんかあれみたいなね、世界5分前説みたいな、その記憶すらも全部作られて夢だったっていう、だから何も変わってないんですけど、その時見たビジョンだけ現実のものとして認識しちゃってるだけであって、それが要するに変わっちゃったと思った兄が、実際の、兄だったっていうことね。そうです。っていう風になんか今取れたなと思って。なるほど。生死をさまよってた説、まあ、それか寝たきり状態とかの、ちょっと都合よすぎるか。ちょっと思い出した、はい、さっきの、はい、彼氏彼女の2つのカップルの話、はい、思い出したよ木村が喋るよ同じく、はい、ケイスケに近い、ケイスケに近くて、はい、で3人でいると、はい、で、電話があって、はい、彼氏が死んだって電話があったと、えって言ってたら、外から、だんだんだんってなって、窓覗き窓を見たら、彼氏がいると外に、え彼氏が来たけど、でも男と、カップル B の方は、それは彼氏じゃないぞと、お前を迎えに来たんだぞって言って、でも今来てるからとか言って扉の近くで、開けようとするけど絶対開けちゃダメだって言って、ってなってた時に、カップル B が、開けるなってって言って、その女の子を扉から引き離した時に、そのカップル2人が血だらけで、開けるなって言ってるだろうって言って、でその時に目が覚めて病室だったっていう話。多分それ、この話を元に映像化されてるんですよ。それ俺も見たことある。俺も見たことある。見たことあるっす、の話を聞いたっすその映像を見たわけじゃなくて、ああなるほど、それを見た人から、なんかその彼氏がって言ってた辺来てっていう辺まで、あれ 100% 一緒だぞって思ってましたからね。圭介が話してたのと 100% 一緒だぞと思って、そうそう、思い出した話が大体 100% 似てたなっていう、オチが違ったんですね。そう、その血だらけでいたっていうところが思い出したっす。さっちゃんの階段じゃない、渋谷階段あかな、どれで見たかは覚えてないですけど、渋谷怪談っていうシリーズが2本出てるんですけど、それにも確かこの話あるんですけど、それで映像で見たことはないけどそういう話を聞いた、まあでもよくできた話だよね、よくできた話、結構さ、そのシチュエーションを思い浮かぶのが結構、すごいなと思って、カップル、私と彼氏の話だけじゃなくて、そこに友人 B のその B カップルを登場させたっていう、その伏線っていうかさ、
それがすごいなと思ったんだよね。すごいと思います、ねえ、なかなかさ、じゃあちょっと怖い話を、これあれですよ、階段の見本の本作るだったらこれ入れて、それ入れていい、入れてもいいね、いいね、その彼氏と私っていう関係性だけじゃない、もう一個違う関係性を作り出して、うん、それが伏線になってるっていうパターン、うんうん、最後どんでん返しがね、どんでん返しがあるっていう、うんうん、素晴らしいっすよ、なかなか、うん、怖い話を作ろうと思ってなかなかそういう発想になかなかなんないからさ、うんうん、ならないですね、ね、うん、なんかまあすごいな、自分かと誰かっていう感じになっちゃうんですよね、そうなっちゃうけど、うん、そこに登場人物として登場させたっていうのがなかなか、いやすごいね、うん、それは3人とも知っとるわ、うんうん、それは有名な話になりますよね、まあ、やっぱ有名な話は完成度が高いですよね、うん、ベッドの下のやつとかね、ベッドの下の、はい、あの有名なやつ、有名なやつ、コンビニ、コンビニ行こう、コンビニ行こう、警察行こうって言って警察行こうって話ね、とかね、あれとか、あ、俺確か木村さんとなんか都市伝説じゃないですかそれって、うん、もうなんかやろうって言った時に、うん、なんかデータを揃えてこれをすごい深く考察しようとか言って、俺なんかベッドの高さ、うん、その人が入れる高さぐらいまでのやつ、うんうん、まあ、まずベッドが普及したのが、うんうん、何年かぐらいで、うんうん、でその高さはこんぐらいでみたいなのを調べたっすよね、そういえば、やったね、うん、それ都市伝説をブレイクしよう、そうそうそうレジェンドブレイカーのコーナーやろうっていう話で企画だ俺調べたっすよね、確か調べたね、うん、で多分、うん、と外国から来た話なんじゃないかっていう説も唱えてるね、うんうんうん、僕中学校の時使ってたベッド、あのアルミみたいな、なんていうんですか、パイプベッ ド、あれは下入れますもんね、入れる、入れる、入れる、 それが1970年代ぐらいだったんですよね、から普及しだしたみたいなね、ベッドがね、ベッドが、で、うん、その時はまだその人が入れんくて、うん、そんな話もなくてみたいな、そのやっぱパイプベッドみたいなのが、うん、安価なやつが普及しだして、うん、そういうそれとともに多分そういう怖い話もできてきたみたいなじゃないかっていう話だったっす、うんうん、あのあと有名なので言うと、うん、あのアイドルのストーカーの話あるじゃないですか、 あれね、うん、あれもいい、部屋の中で踊っとるやつ、あれもよくできた、あれめっちゃいいですよね、うん、やっぱ有名なやつはよくできてる、よくできてる、うん、あとなんかあれもいいねっていうのすげえ言いたい、言いたいっすね、言いたいっすね全然思い出せんや、出てこないね、あの霊視できる人が、うん、あの部屋のここがちょっとなんか部屋の間取りを書いて、うん、あここが怖いみたいな嫌なオーラ感じるっつって、うんうん、そこがベッドで、うん、パッてそのマットレス外してみたら、うんうん、髪の毛をぐるぐる巻きにした箸が置いてあって、うんうん、元カノの毛だったみたいなやつ結構有名じゃないですか、聞いたことある、ね、聞いたことある、そうなんか芸人怪談じゃない、あそうそうそう、芸人が話してた、芸人のやつが、うん、芸人が話してたのを聞いたことある、じゃあ俺ね、あの V6 だったっす、あそうそ う、 そう、岡田くんの話、岡田くんの話だ、へー、それをあれだよ、ゾッとする話って言ってた、そうか、あー、うん、そういうことか、なるほどなるほど、ゾッとする話はなんか一通り聞いた気がするもんで、うん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 、それで聞いたのかな、まあ、あれあんな有名な番組だったら有名になりますわね、そうだね、そうですね、そうだそうだ、あの吉田くんの話吉田くんの話、どう面白い、目が落ちるやつ、出るやつどう面白い、あれ中山光太くん、光太くんじゃない、光太さんの面白かった、あれめっちゃ面白かったですね、うん、ロボットなんかもうツボすぎるえなんでってねなんでそこでロボットって、でもそういう発想ができる人が多分怖い話とかも考えられるんだろうね、うん、ああそうだね、うん、まああれは体験談なんで、体験談ね、うん、分かんないですけど、でもそういうことじゃん、その普通に考えたら、うん、いやそんなこと絶対ないでしょっていうことがこの話の主人公にも起こってるってことだからね、まあさっきの空伊集院さんのコーナーのあれを借りるなら、うん、まさに空のですよ、うん、うん、記憶のボタンのかけ違いと、なんかあります？え、この人めっちゃ変わった顔みたいな、
まあ、それは例えば同窓会とか木村さんとか同窓会とかあるじゃないですか、たまに。ありますね、うんうん、なんかしばらく会ってなくてうわめっちゃ変わったなみたいな。いや普通に、いやないかな、もうあんまないな、うん、俺同窓会行った時みんなだいぶ老けてましたけどね。いやそうだよね。いやもうでも圭介もさもう30じゃん、はい、そうだよ。お女性はね結構変わったりしますよね、うんうんうん、変わりますね、まあ、男性も全然変わるっすけど、うん、老けてた、老けてましたね、みんな老けてた。そうだよね、なんかみんなはすごい老けてって、うん、なんかこう苦労してるなっていう感じが出てたんですけど、うん、俺ただただ太ったんでなんか逆にこう張りが出て若返った感じになってますシワが伸びた。そう伸びてなんかでも圭介は、はい、普通に生活してきた人、はい、そのまあサラリーマンみたいな感じで、はい、まあ、普通に卒業して働いてみたいな、働いてみたいな、うん、人から見たら俺羨ましいと思うな。まあ、分かんないけどね、分かんないけどね。でも結構好きなことやっとるなって見える。友達には言われますね。そうだよね、うん、やっぱりなんか自由にやっとるなって思う、うん、俺も結構そうやって言われるタイプだからさ。うん、木村さんもそうじゃないですか。そうですね、うん、うん、まあそうかな、うん、まあ、だから多分こういうのできてるっていうのもあるだろうし、まあ、そうだね、確かにそうだ、うんうん、はい、これからもよろしくお願いしますあ、こちらこそよろしくお願いしますということでね、そんな圭介にね、今日は、はい、あの誕生日プレゼントが、おお、すげえ、あるんですよ。サプライズ、サプライズで、サプライズの、はい、これちょっとね、あの開封をあの写真に撮っていこうかなと。あ、はい、開封の儀、開封の儀を。おー、いいですね。へー、おー、すげえ、かっこいい、かっこいい、なにこれ、かっこいい、すごっ。え、じゃあこれ写真じゃあ撮りながら、そうそうですね、あ、じゃあね、動画になるときは、動画の方がいいのかな、動画っていうかこの、あ、写真だと多分パッパッパッ、ね、スライドみたいな、スライドショーみたいになってるよね、みたいな感じ。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。じゃあまずこのあれから撮るのね、すげえすげえすげえ、この放送から。いやこれはすごいよ、いいですね、はい、だって俺こんな入れ物捨てれないもん。本当だ ね、これは捨てれないよね。あの入れ物も使ってもらうと思って。そうだよね、おお、隅々までサプライズが。え、誕生日ちなみにいつですか。4月っす。えあれ今は7月の中旬になってますね。7月の中旬だね、はい、温めてくれてたんですよ。温めて温めてちょっと一滴一週間かかるんで血がね、一滴一週間かかるんです。すごい、はい、じゃあ開けていいですか。あ、これ取った方がいいですか、うん、そうだね、あざす、はい、開けますよ、はい、おお、すげえ。なんだこれは。ケイスケのゾンビ人形。うわ、すげえ。すげえ。出していいですか。うん、出して。すいません。あ、いいねいいねいいね。それいいよ。あざすあざす。へえ。おお。なんかケイスケっぽいな。お、俺っぽいですね。かっこいい。すごい。カシャカシャ。ケイスケっぽいな。すげえ。ちょっとチャッキっぽい。リビングデッドドールズっていうやつなんですけど、うんうんうん、その年のね毎年シリーズで出るんですけど、おう、それを、僕がいつもお世話になってるカッコ洗い雑貨店さんで、はいはい、リメイクペイントをしてもらって、はあはあ、で、まあ顔はこんなねゾンあの傷だらけじゃないんで、それもパテとかで作ってもらって。へえ、すげえ、はい、詳細欄にね貼っときますんで、ツイッターも通販もやってますので、気になった方はね、ぜひぜひ。めちゃめちゃ可愛い、うん、飾れる、人形出して飾って、うん、この箱は箱で飾れるなと思って、物入れとかにもできるし、うん、すごい。ちょっとこれ見せてもらっていいですか、うん、箱もまずすごいですよね。すごい、すげえ、ありがとうございます、いいかなと思って。いや、すげえいいっすよ、うん、すごい、この箱もすごい凝ってる。それ元々のね、こういうこのリビングデッドドールズは元々こういう棺桶の形の箱なんですよ、うん、あ、それをペイントしてまた作り変えて、すげえ、内側にさ、うん、絵が描いてある。それ元々のリビングデッドドールズのやつなんですよ、うん、すごい。ほらもう
これをペイントするときに気づいたんですよ。へえ、そうなんだ。え、こっちにも印刷されてんだみたいな。へえ、うん、すげえ、ありがとうございます。もう今日速攻宝物棚に増やします。なんかケイスケがいつも着とる感じの服が本当はいいかなと思ったけど、まあ、ちょっと期間もね、そうするともっと長くなっちゃう来年ぐらいになっちゃうみたいな。でも黒いパンツに白シャツ蝶ネクタイは、僕前髪上げたりとか ねよくやるもんね、はい、まあ、ケイスケっぽいなと思って、うん、すげえありがとうございます。僕からのありがとうございます、はい、プレゼントでございます。あの、じらされた甲斐があったっす。ありがとうございます。ちょ一回カバン入れときますね、はいはい、すいません、めっちゃ嬉しいやつや。すごい、はい、そんな感じの誕生日プレゼントがございました。木村さん叩いちゃった。全然いいありがとうございます。で、そんなあのかっこ笑い雑貨店さんですけど、はい、まあ夏じゃないですか。夏ですね。夏といえば、はい、僕たちお中元、はい、お中元やりました、はい、去年もやりました、去年やりましたね、お中元。まあ、今年もちょっと考えてまして、ほうほう、ちょっともう期間がねお中元シーズン入っちゃってるんですけど、入っちゃってますね、はい、かっこ笑い雑貨店さんとちょっとコラボしたものを、はい、あげようかなと思って、限定10名様ですけど、ほうほうほう、はい、ちょっとあげようかなと考えておりますので、また詳細出しますのでぜひお楽しみにという、はい、ぜひお楽しみに、はい、そうですね、まだ今日じゃないんですね。今日、まあ、できてないんですよサンプルが。デザインもこういうのこういうのですよって見せた方がいいもんね。そう、デザインもできてないんで、うんうんうん、じゃあ何かっていうのはいいんじゃないですか。言って大丈夫ですか。いいんじゃないですかね。一応ねマグカップ、おほうほう、はい、と、まあ、ちょっとした人形なんですけど、うんうん、いいですね、はい、10名様に、10名様に。去年の7月、はい、8月7ぐらいの中元、はい、はい、その頃のチャンネル登録者数と、はい、そうそう、今の、うん、チャンネル登録者数は全然違いますよ。6900人ぐらい違いますからね。全然違いますね。全然違いますからね、うん、この競争率たるやん。そう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 、うん、詳細が出た瞬間にもう埋まっちゃうんでしょうね、うん、まあまあでも先着じゃないですからね。先着じゃないですね、うん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 、ランダムで、ランダムで、うん、熱い思いを書いてきてほしいですね。あ、そうですね。おからじ まだ募集してないですよ。まだ募集してないです。まだ募集してないです。フライングはちょっとね、はい、ちゃんとあの出しますので、はい、詳細は、うん、はい、ということで楽しみですね。楽しみにしててください、はい、まあ、その後ちょっとショップ展開しようかなと思って、うん、おついに、はい、ちょっとデザイン今ちょっと可愛いの、まあ、普通に着れるようなやつをちょっと考えましたので、うん、はい、オカルトツアーズ、オカルトツアーズいいですね、はい、ついに展開ですか、はい、あ、楽しみ、まあ、ちょ T シャツとかロンティーぐらいになっちゃうかもしれないですけどね、うんうんうん、まずは、うん、いいじゃないですか、うん、いいじゃないですか、いいかなと思いまして、お、楽しみっす、はい、うん、そしてタンプレありがとうございます。いえいえ、かわいい後輩なんでね。かっこいい先輩っす。なんか俺、木村さんだって別になんか人にプレゼントなんて あげた、うん、くれたっすよ。あげた、そういえば忘れとった、はい、アマゾンギフト、あ、そうだ、アマギフ、はい、うん、はい、そうだそうだ、そうだ、くれたっす、くれたっす、わー、やべえ、9月楽しみだよ。何くれるのかよ、ハードルが、ハードルが。はい、9月20日、はい、誕生日です、はい、僕は、わかりました、存じ上げております。アマゴナミエと一緒です。そうなんだね、はい、そうなんだ、ロマンチストな乙女座です。わ、はい、かりました、はい、じゃあちょっとね、ショップじゃねえ、なんつうっけ、まあ、お中元、うん、お中元、ショップ展開と、ショップの展開もね、はい、楽しみに待ってますので、はい、うん、ということで、はい、はい、終わり、うん、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。ではまた後ほど。